YTJP チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、フィムスです。よろしくお願いします。はい、じゃあうちのグループの元気いっぱいな川崎ゆなちゃんが今から上手に、丁寧にフィムスを説明してくれます。お、得意なやつね。こちら現場のフィムスなんですけども、私たちフィムスは、とってもあのパフォーマンスが素敵なグループなんですよ。あの踊ったり歌ったりしたり、踊ったり歌ったり精一杯頑張ってます。頑張って生きてます。私たちもそんなグループです。いや、何も内容ない。楽曲はですね、ミクスチャーロック系をあの中心に強めなバンドサウンドの楽曲がすごくこう多く揃ってるんですけど、その中でも、まあ、女の子らしさとか可愛らしさとかアイドルらしさも残しつつかっこよさもあってっていう、そのギャップを皆さんにはぜひ感じてもらえたらなと思います。はい、はい、うちの新メンバーが気合を入れて意気込みを話してくれます。いけ、はい。今回初めてティフに出演させていただくんですけども、やっぱり夏ですし暑いライブにしたいと思ってます。なので皆さんもぜひ全力でかかってきてほしいと思います。よろしくお願いします。川崎よりまとまってました。私通信制だったんですよ。定時制に行ってからの途中に通信制に通い始めて、だから全日制の学校を味わってなくて、なんか文化祭とか制服着て登校とか味わってないんです。なんかすごいごめんなさい、悲しい切ない思い出みたいな。すいませんね。え、なんかある？あ、最近卒業しました。はい、卒業しました。どうですか？そうですね、でも私もあの通信っぽい、そうなんですね。でもそうですね、あのちょっと違うのがダンスの専門もあったんで、そうなんですよ。もうただ単に踊ってましたね、この3名が。はい、一日中踊ってるんですか？ダンスの授業バカなの？算数とかやった？算数小学校からあ、でもやります。勉強もやって、でもほとんど踊ってっていう。そう、私はもう部活しかしてなかった。もうずっと朝練、夜練で、もうバスケでもう部活しかしてなかったんで、恋愛もしてない、勉強もしてない、もうバスケしかしてないでしたね。以上だよ。そうですね、やっぱり友達は1人以上作る、文化祭はしっかり出る、そう、ヤンキーにはならない、嫌いもこうなるよ。みんな自分の力で生きよう。生きろ。結論やっぱ生きよう。やっぱいいわ。です。はい、ということで以上ピムス